見せたいものがある。ポップコーンは？真面目に聞け。おい、どうしたんだ？解析したのか？いかにも。いや、そうじゃない。調整してくれ。あ、それでいい。準備はいいか、ドクター・グセル。連れてこい。クレードルに感染した。今は管理下にある被験体の近くにいる。おそらく伝染はあっという間だ。生物兵器だろ、もう分かってる。まあ見てろ。素早くなったのか？ああ、もちろん。さらに指示通り攻撃的だ。素晴らしい。お前の仲間のハローか。やり遂げたな。そのようだ。消せ。まだ続きが。消せと言ったろ。反対側を持ってくれ。元気そうで何より。あの薬でまだダメージが残ってると思ってたけど。それにお前の仲間はあんなだったし。でも家が崩れるのを見なくて済んだな。昨日海に落ちたんだ。お前も考えとけよ。外で寝た方がまだマシかも。ここに降ろそう。マーシャルに迷惑をかけたくない。なんてひどい。どうした？またそれか？動画の最後の方だ。聞いてくれ。オッケー。聞いてくれ。グセフの音声を分離できた。背景音のここだ。ほら。フチーナからの送金を待っている。 B の24、フチーナからの送金。フチーナって誰だ？さあね。人じゃない、場所だ。フチーナはカジノルタッツィだ。連中とそのビジネスパートナーだけが使う呼び名さ。アドラーはアバロンの派閥がパンテオンとつながっていると疑っていた。これで分かったな。なるほど。 B の24は実は金に目がくらんでルタッツィのために仕事をしたことがある。手がかりを教えてくれそうな知り合いがいるよ。ウッズ、フェリックスと一緒に調べてくれ。セブもだ。計画を立てよう。マーシャル、ちょっといいか？いつになく無口だな。手を貸してくれ。ハローがそんなに大事か？黙って仕事しろ。無理強いするつもりはないが、
お前がショックを受けてるのは明らかだ。そうか。ああ、気持ちはわかる。私だって。やめろ。何を？分かったようなことを言うな。あんたの痛みまではわからないけど、裏切られた経験ならある。ああ、信じてきた人が悪の親玉だったことなんてあるのか。悲劇を比べようとするな。励まして欲しくなんてない。今のお前に必要なことだ。聞きたくなくても聞けよ。これが俺に必要なことか。私も同じ。言われたことに従い、出会った人々の言葉を信じた。それでどうなったと思う？何があった？失った。本当の私を見てくれた唯一の人をね。失ったのさ。それも永遠に。私が殺したんだ、セブ。ルールはもう変わったんだ。でもゲームは元のまま。敗北を受け入れるか挑むしかない。B の24のことだが、カジノルタッツィの保管室に備え付けられている貸金庫の番号だと判明した。ディスクで触れられていた送金については、パンテオンがカジノから研究資金を調達していることを意味しているんだろう。金庫の中身が何であれ、きっとグセフに関係しているはずだ。だといいがな。それじゃあ金庫破りをするぞ。だが狙いは現金じゃない。保管室のセキュリティだが、金庫の中からしかオーバーライドできないんだ。ルタッツィが俺たちの強盗に気を取られている間に、ケースは保管室に侵入して金庫を探せ。その部屋は近づくことさえ難しい。警備員にケースを保管室のある建物にエスコートしてもらえばいいのさ。連中が要注意人物を尋問する場所だな。つまりケースにわざと捕まれと。その通り。危険な賭けだし、5人全員が完璧にやらなきゃいけない。まずは俺がハイローラーテーブルで勝負する。そこで大勝ちしたら作戦開始だ。うまくやるさ。頼りにしてるぜ。パンテオンがカジノに何を隠してるか調べるぞ。撃つ、準備は？こっちはいいぞ。ケースを待ってる。そっちは？問題ない。じゃあ、ようこそカジノルタッツィへ。チップを頼む。俺は今、月が来てるんだ。はい、承知しました。何かお預けになる武器はございますか？ああ、負けた奴が銃を持ってるとまずいしな。グラーゼ、ごゆっくり。この建物は豪華だな。マーセル、車の前にある看板まで来てくれ。バーの右側だ。今行く。ここにいると嫌な記憶を思い出す。胴元が勝つようにできてるからな。ギャンブルしに来てたわけじゃない。ギルドの仕事、あれは厄介だった。最近じゃカジノルタッツィは中立地帯だ。アバロンの他の派閥も分かってる。今夜はいい気分だ。今夜はここまでにするよ。なんで？チャオ、シニョーレ。あなたは豪華で精巧なものを好むようね。それに流行に敏感。では幸運を。マーシャル、ポーカーの時間だ。こじゃれたハイローラーバーを勝ち取ってこい。ラウンジへアクセスする唯一の手段だ。そしてハイローラーラウンジに次の目標だ。どうしてる？勝負するテーブルを間違えたようだ。かけたまえ。もらっていくぜ。負けても恥じることはない、ミスター・マーシャルだ。ミスター・マーシャル。いらっしゃいませ。
ゲームはホールデムポーカーです。勝者にはハイローラーバーを差し上げます。それは楽しみだ。ケース、準備はいいか？3個全てのジャンクションボックスをハックしてカメラにつないでくれ。見えた。メインフロアが映ってる。こじゃれてるな。あと2カ所。Non riesco a vederlo. Deve essere da questa.映像だ。警備は厳重だな。あと1カ所。Avvistato?武器庫が見えた。壁には防御力の武器がかかってるな。これでカメラは問題ない。ケース、中に入って一度捕まってくれ。カジノの裏に連れて行かれるだろう。保管室に近づける。ちょっと待て。警備が何人かドアの外で待ってる。楽にやれそうだ。覚悟を決めろ。さて、こいつは何者だ？下水にいるドブネズミだ。それじゃ話をしようぜ。それでいい。ケースが入ったぞ。マーシャル、お前の出番だ。そのテーブルで勝てばハイローラーラウンジに入れるぞ。新しい友人は気前がいいな。チップを全部くれるなんて。俺の地元じゃ気品と謙遜を持って勝つように教わるな。ここは君のようなアマちゃんが来る場所じゃない。これは大人のゲームだ。学校の授業じゃないんだ。
あのバーは私のものだ。そのバカの後ろのカメラが使える。運はお前の味方だ。ボタクはいい、かけないのか。レッドコール。バイタンフ的なアメリカ人は引き際がわからないらしいな。ベッド。くそ、そいつの手札が見えない。揺さぶりをかけろ。ミスター・マーシャルは気品と謙遜を身につけているが、算数は学ばなかったようだ。そいつはクラブの9と10を持ってる。大丈夫だ、レイズしろ。レイズ。なんたる自信だ。コール。情けをかけるべきかな。ハッタリだ、まだ手は揃ってない。バドー様がチェックです。レイズしろ。マーシャル様がベッドです。身ぐるみ剥がしてやれ。コール。これが最後のカードです。唯一あるのは。チクショー、ついてやがる。ストレートだ。オールイン。セブ、お前の出番だ。マーシャル、袖に隠した切り札を使うなら今だ。お客様、お飲み物を。君の手は。申し訳ありません、お拭きしますので。何をしてるんだ。本当にすみません。めちゃくちゃだ、私に構うな。ひどいな。中断しようか。いや、いい。ただあっちに行け。続けよう。オールイン。それではショーダウンを。ジャックのフォーカー。何？マーシャル様の勝利です。どうしてこうなった。ほっといてくれ。楽しかったよ。アイローラーラウンジに移動する。ウッズ、マネージャーを探してくれ。いたぞ、ケツにキーカードを下げてるやつだ。分かった。俺は騒ぎを起こしてからカードを取ってフェリックスに渡す。フェリックス、行けるか。もちろん。あのお客様、失礼ですが。これだろ。おめでとうございます。どうぞ。中に入った。マーシャル、右に向かえ。ドアに一番近いスロットマシンにスクランブラーを仕込んでくれ。フェリックス、準備しろ。トラブルだ。お待ちください。ここから離れてください。賞金は無効です。おやめください。ご遠慮ください。ご協力をお願いします。機械の故障ですので無効です。上がって。来たか、遅かったな。何か問題ですか。冗談だろ。ああ、なるほど。この機械、さっきも言いましたが、問題は機械じゃないんです。サーバーをリセットしなきゃならない。だったらやれ。なあ、あの女性にコインを運ぶ入れ物。お客様、西部劇の冒頭が使うドルマークがついたバッグでもいい。技術的な問題が起きたんです。今は直していますので。戻ってスロットマシンをリセットしろ。なんでこの仕事をしてるのかわからなくなる。ハイローラーラウンジはどんなところかと思っていたが。サーバールームに向かう。サーバーをリセットしたら次の段階に移る。顔を出すなと言ったはずだよな。品がない。人違いだ。ちょっと急いでくれないか。スロットを復旧させないと。フェリックス、サーバーをリセットするんだ。治ったみたいだ。ありがとう。次はGカードを再プログラムする。復帰後エレベーターにアクセスできるようになるぞ。フェリックス、キーパッドを使え。
ちは警備が厳重だ。見つからない位置で止まれ。ここも前のコードが使えるはずだ。換気口が使えるかもしれん。やったな。お前はまだ錆びついちゃいない。よしてくれ。行け。それを使ってキーカードを再プログラムできる。キーカードにアクセス権を与える。そっちに向かう。警報が鳴ったぞ。全員寝ててよかったな。よくやったフェリックス。カードをセブに渡せ。もうすぐカジノ強盗を始める。俺たちが注意をそらしたらケースが動き出す。カジノに戻るよ。何か飲んだらどうだ。喜んで。ならバーに向かえ。シナプスを頼む。ロックで。はい、ご用意します。私の友人は美術品。こちらです。どうぞ。ダンキュー。3秒後だ。カードを受け取った。下に向かう。ちょっと代わって、休憩するから。そのカードで警備が厳重な下のフロアに入れる。ルタッチの側近以外はそこには入れない。セブが入った。セブ、俺たちのためにエレベーターを上に上げてくれ。任せろ。そのクイーン、ラポート、ノンロベイド、アウセティット。金庫を襲撃する。そこで会おう。
武器庫に入った。すごいコレクションだ。持てるだけ持っていけ。手に馴染むな。積み込み完了。ここを出る。了解。合流しよう。おいお前、ここには入れないぞ。わかっていると思う。おい、メリクス。さっさと始めよう。新砲だ。ショータイムだ。点火する。いいか、警備隊はすぐにやってくることを忘れないでくれ。いよいよフィナーレだ。セブ。やったか。想定通り。パネルを探してくれないか。来るぞセブ、こっちに来て銃を取れ。間に合ったら撃ちまくれ。メリクス、進捗は？そう簡単には行くまいよ。メリクス、報告しろ。もう少し時間が必要だ。おい、頼むぞ。来てくれ。その野郎の注意をそらすんだ。プレゼントをやろう。ケイさん、準備はいい。下がれ。しやがって。フランチェスコ、片付けて地下に連れて行け。どうなっちゃう。見てこい、こいつは俺がやる。あれもお前の仕業か。楽に行かせてやろうと思ってたんだが。ダメだな、運河に沈めるのはぬるすぎる。散々無礼を働いてくれたよな。こいつで
で切られたら痛いところじゃ済まないぞ。映画横行だな。装備を整えたら保管室に向かえ。金庫で何が起こってる。よくやった。お前のおかげでうまくいった。ついてこい。メインフロアに敵が大勢いる。民間人も逃げ惑ってる。校舎に気をつけろ。ケース、行くぞ。もうすぐ運河だ。こっちだ。
向かう。3で合流しよう。